と、配信開始もどうぞ。はい、じゃあこれで。レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルドゥン、アクアス、エイト、トゥワー。決まってアクアデルテレビーテレビBG ではないんですけど、ね、ちょっとですね、ね、機械のおかしいですね。そう、検討調子がよろしくなくて、ちょっとですね。機械のおかしいです。はい、ちょっとね。なので、今回はですね、トークのみになると思うんですが、お付き合いいただければと思います。さあ、今日はですね、あやさん、ちょっとね、お休みなんですが、ね、僕ら二人で、盛り上げていきたいと思いますので、お付き合いください。はい、今回でね、このアクアタイムのパーソナリティ務めさせていただいております、シンガーソングライターのラフです。皆さんこんばんは。いつものように近藤助です。はい、ちょっと、ね、はい、配信少し遅れてしまったんですけれども、オイルなしというか、なんかね、そうなんですよ、仕切り直しして、ね、ようやく、届いてるかな、これね、大丈夫ですね、届いてますね、バッチリです、はい、はい、聞こえてます。さあ、いわゆるアクアタイムテレビ、はい、さあ、で、毎週水曜日、毎月第4水曜日、気まぐれだから、気まぐれだからね、第3に登場する、そうそう、第3に絶対があるんですけども、まあ、他の曜日の人と合同になることもあるかもしれない、なることもあるかも、うん、ね、やっぱ気まぐれなんでね、うん、そうそう、そことかね、気まぐれらしく、気まぐれ毎月、まあ、一応基本的に毎月第4水曜日は、アクアタイムの日ということですね、はい、配信を行っております。ぜひですね、はい、皆さんお付き合いくださいませ。さあ、ね、早速なんですけれども、はい、1ヶ月ぶりのアクアタイムということでですね、なんか早いですね。早いですね。そうですね。そうですね。何やってたのということでですね、この1ヶ月、何してたということでですね。何してたの、小野助さん、何しましたか。本当に何してたの、はい、何しましたか。1ヶ月か。1ヶ月。はい。だいぶね、1ヶ月というと結構何かあってもいいような気がしますが。はい。なんかね、毎週しては珍しく、はい、平凡な1ヶ月だった。あ、本当ですか、うん、え、どこ行かなかった、雪降った、ね、あ、雪降りましたね、はい、ドカブリしましたね。 それで、いつものように、はい、森へ行きました。森へ雪降って、だ雪が降ってるキャンプ場の写真を撮ろうかなと、はいはいはい、なるほど、思って行ったんですけど、はい、成田の県民の森だったんですけど、成田の県民、はい、どうも、はい、雪が降るとキャンプ場の前って、はい、もう通行止めになっちゃうんですね。ああ、まあそうですよね。山道です、なおさらね。そうですよね。でも、はい、行こうと努力したんですけど、はい、どうでしたか。途中で、はい、断念した。やっぱそうですよね。断念した。危険ですから、雪道はね。はい、でもね、うん、1週間ぐらいで雪溶けちゃって、まあね、基本的にあったかかったですよね、雪降った日が。その次の週に行った時は、もうキャンプ場まで入ることができて。はい、あ、本当ですか。うん、え、その時はもう雪はどうでしたか。10メートルぐらいジャコジャコしてるのかって、基本的にもう道路も乾いてまして。おお、じゃあよかった。うん、じゃあ写真は撮ったの。写真はこっちで撮って。いい写真撮れましたか。あ、見たいです、見たいです。ぜひね。はい、見せてください。うん、あと、写真ですか、ね、撮ります。早速、ちょっと見せていただきたい。はい。なので、行ってきたんだけども。はい。まあ、こんな感じですけど、キャンプ場の。あ、雪、でも少し、うっすらですね。残ってるよね。はい。おー、あ、でもなんか、これ、ある意味、雪があったとき行ったら、かなり良さそうな感じなんですけど。それをね、取りに行こうと思ってるんだけども、はい、ちょっと道路がどうしてもね。はい、ああ、そうか。これがちょっと真っ白にうっすら積もってた。確かに、これ、雰囲気ありますよ。これ、どうですか。なんか、これ、すごい反して、もうちょっとカメラ近くに、ちょっと近づけてください。見えますか。川というかね、沢の写真があると思うんですけど、あー、見えたったか、うん、そう、こんな感じ、これ、うん、確かに雪あったらね、かなりいい感じ、かなりいい感じで、ね、いいですよね。おー、なるほど。こういう、なんていうの、これ調理場っていう、あ、ちょっとね、キャンプ場ならではの場所に近づけたい、これ調理場、そう、これね、こんな感じで、もう、なかなか、大冒険してきた感じですね。はい、月1回ぐらいずつこうやって取材に行ってるんですよ。あ、そうですか。そうそうそう、定点で写真を撮影して、はい、あの1年の流れっていうのを、はい、あ、見てるんですか。そうかな。で、去年もやっぱり3月ぐらいから始めて、はい、こうやってるんですけども、はい、だんだん緑がこう濃くなってって、はい、だんだんこう徐々にこう夏の真緑になって、はい、こう色づき始めて、はい、ポロポロと落ち始めて、最後に全部散っちゃう、はい、あ、なるほど。ここまでが全部増えたんです。あ、じゃあもう間もなく1年という感じですか。あ、すごい、うん、なんかその1年間続けるっていうのもね、そうそうそう、ね、
あ、じゃあ月に1回は、月に1回は、あ、じゃあ、なかなか冬の時期っていうのって、あの、なんか雪が降っちゃったんですけど、行けなかったですね。本当、やっぱ冬、雪に眠る。あ、なるほどね。うん、ね、雪に眠るキャンプ場、それもなんか幻想的な感じもしますけど。それをね、こう、追い求めて。あ、なるほど、そんなことを毎月していたのは、あの、知らなかったです。あとね、この滝が、県民の方で、これ滝があるんですよ。あ、滝ありますね。滝、はい、あの、こういう。はい、でこのやっぱりね、こう、これね、あ、これあるんですけど、ね、はいはい、またなんか、すごい、あ、これでも見える、あ、見えますね、そうそう、滝ありますね、うん、はい、これなんか、はい、先週なんか、まだね、あの雪が残ってたんで、はい、青春真っ向かいに行くよ、はい、これなんか結構でも、あれですね、水の量が違うの、ちょうど違うのね、本当ですけど、水の量が、ね、違いますね、うん、はい、うん、あややにはね、冬も行きませんって言ったんだけども、はい、ちょっと金を破って、はい、行ってきたわけです、あ、そうなんですね、はい、じゃあね、これからあの、はい、森も目覚めの時期という、はい、まあ、そうですよね、もうあと1ヶ月もするんですよね、そう、3月に入れば、ね、そうそう、でも梅がもう咲き始めた、梅咲いてますね、そう、咲いてますね、咲いてる、咲いてる、もうピンク色のね、花が咲いてて、うん、なんかまだちょっと肌寒いかなと思うんですけれども、うん、咲き始めた、今年は本当に早いらしいですよ、あ、そうなんですか、うん、あ、でもね、今年はどうだろう、ね、去年の12月からかけて暖冬でね、そう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 、うん、だから千葉の方ではすでに菜の花が咲いてるっていうのが話を聞いたりね、したので、まあ、なんか早いのはね、桜はもしかしたら早いかもしれないですね、うん、ね、男性とね、うん、あの、はい、あ、待って、譲りますからね、本当、なんか今年はですね、あの福島県のなんか花見山なんだけど、あ、そうそうそう、に行きたいんですよ、実は去年行ったらもう終わってたんですよ、すでに、あ、そう、4月の頭ぐらい行ったのかな、あの東北だからまた咲いてるだろうなんて思ってた、いや、あっという間にね、終わってますって言われて、ね、3月末ぐらいが一番いいのかな、やっぱり行くなら、うん、ちょっと今年はね、逃さないように行こうかなと思ってますね、やっぱり、ね、花のシーズン、楽しみです。あ、じゃあなんか、大輔さんも今月はね、まあ、2月ですしね、何と、ね、いや、僕はですね、僕もそうなの、2月はね、そう、最近ですね、あの、ちょっと東京の方に行って、はい、針治療を受けてるんですよ、実は。僕はちょっとですね、あの、声の調子がよろしくないので、あの、その治療のために東京へ行って、あの、針がいいっていうことでね、ちょっと打ってもらってるんですけど、まあ、針治療を受けてね、びっくりしたのは、肩こりが、あの、改善されたっていうのがびっくりです。あの、一応、まあ、ちょっとね、声の方もまだね、まだ少しちょっと調子がよろしくないんですけども、まあ、少しずつね、治療していっていきたいなと思ってます。まあ、年末からね、ちょっと大きな風邪をひいてから、うん、ちょっとね、調子が良くないので、はい、早めに直してね、あの、春までにはっていう気持ちでいるんですけれども、もう、ね、風邪よりはそろそろ花粉。そう、花粉、ね。もう来てますよ。そう、花粉が来てますね。はい、うん、今日はあの、本当に花粉来てました。はい。本之助さんは、あれはあの、なんですか、花粉症はどうでしょう。花粉症ですか。あら、それはちょっと大変な。もう、そう、もう私なんか、あの、花粉症が花粉症として認知される前の花粉症ですから、ね、ああ、そうか、昔から。アレルギー性鼻炎という。ああ、なるほど。杉の花粉のアレルギーって。はい。杉の花粉症っていうのか、はい、うん。いや、それは結構つらいんじゃないですか。もうそろそろマスクもして。ね、でも肩こり改善されます。あ、そうか。あ、本当ですか。あ、そうですか。そう、しました、しました。どうですか、そう。本当、肩こりとこの全身の疲れをこう、うん、あの、うん、癒されるため、やっぱり、ね、癒しは大切ですよ。ね、やっぱりどうですか、ね、うん、行きましょうよ。あの、今月はどうですか、行ったんですか、2月は。まあちょっとこことこちょっと行かない。あ、それなんですか。じゃちょっと閉じこもってたので、春にね、向けてやっぱりほらね、あの、新しい、うん、なんでしょう、春というとね、なんか新しいスタートって見える。現在ね、明るいんだよね。はい、あの、まあ3つ、4つ、あ、そうですね、プロジェクトが、プロジェクト契約しますね。遂行されて。そらず、はい、お雑煮。はい、お雑煮。お雑煮。お雑煮を食べそうに。はい。そろそろ食べないと、なんか、あの、真夏に嫌ですよ。真夏に食べたくないですよ。真夏に、もう、そうですね。食べながらやっちゃいますか、配信。そして、今の、ちょっと疲れを癒そうと。はい、そうですね。
って、まあ、これは宇都宮のね、ビッグパケ屋さんのマロンという、はい、まあ、3人に行って、ね、ちょっとやりたいですね。プリプリのプリプリをやってもらうので、ぜひね、お願いしたいです。もらいす、はい、そしてなんとですね、はい、アクアタイム、はい、音声プロジェクト。そう、音声プロジェクト。岩張りあややの浴衣が見たいって、すみません、勝手に壊しちゃった。いいじゃないですか、何か目的があった方がね。はい、ね、なんかそれちょっと、はい、私ちょっと勝手に作ったんですけど。いいですね、楽しみ。どうですか、そういうクルーズでしたね。そういうクルーズでしたね。まあ、あとはですね、そう、なんか遠出もしなかったしな、なんか結構2月はおとなしくしてました。ちょっと療養という意味を込めて、うん、はい、おとなしくしている最中でございます。結構、皆さんから大丈夫って心配のメールが来るんですけども、一応ね、体調は元気なので、はい、皆さんご心配をおかけしております。ね、一応元気なので、春に向けて、今ちょっと冬眠なされてるということですね。はい。で、まあなんかね、まあ、早く元気な姿を見せたいなと思っているので、お待ちいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、ここで1曲って言いたいところなんですけど、曲が、ね、流れないのでね。ちょっとね、これ、機械もおかしく、機械ではこのケーブルがおかしい。ケーブルがね、そう、だからマイクもいつも使ってるマイク、このマイクではなくて、ちょっとカメラについてるマイクをね、探ししてるので、聞こえてるよ、ね。責任者の方、そうですね、ちょっと治療して、こちらも治療じゃなくて、直していただけます。こちらも直していただけます。責任者の方、よろしくお願いします。DJ トーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケーブル調子上げです。ケーブル調子上げです。業務連絡。やむしじゃん。僕らの配線の仕方があるかもしれない、ないですけれども。いや、間違いないはず。間違いないんだって、はい、CM に撮ってるんですか、ね、そうですね。はい。まあ、じゃあ、続いては、ね。CM もなく、はい、なくコーナー。次のコーナーはですね。ボンスケの、食べちゃうぞ。あ、食べちゃった。食べちゃったわ、アイスクリーム。そうですね。夏のね。はい。じゃあ、これは、今回は、食べちゃうぞ。はい。ということで、はい、はい、まあ、ランさんなんかも、はい、まあ、お茶、はい、ティータイム、ティータイム、まあ、お茶、友達が知り合いに、はい、行って、はい、お茶を、はい、お茶をね、はい、まあ、お茶菓子なんかをね、食べることもあるんじゃないかな。ああ、まあ、お茶菓子ありますね、多分。どんなの？お茶菓子といえばやっぱり、なんだろう。ポタポタ焼きとか、おせんべい。はい、おせんべい。はい、サラダせんべいとか。そうそう、サラダせんべいとかね。おせんべい系ですよ、やっぱり。おせんべい系。カリントとかね。カリント。カリントとか。はい。ね、なんかの、そうですね。なんかちょっと、なんと、キューブ型のチョコレートって、はい、ね、はい、キューブ型のチョコレート。キューブ型、こういう、なんか、ダンケーの形をして。中にピーナッツ入ってる。そうそうそう。あれも食べます、多分。あと、その、なんかホワイトチョコ取る。はい、懐かしい。わかりますね。ダイヤとか、クラブのマークとか、そうそうそうステードのみたいなやつですね。それ懐かしい。それ、ありがとうございます。あと、はい。柿の柿ピー。あ、柿ピーね。そうそうそう。ね。あとはね、味ごのみとか。味ごのみ。そうそう。いろいろ入ってるやつ。そうそう。そういろいろ食べますね。あ、なんか懐かしいな。懐かしい。お茶菓子。はい。こんなの食べました？なんでしょう。あ、ぬまんぞ。食べますよ。これ大好きです。おいしい。これもね、はい、お茶菓子のこれ定番だと思うんですよ。これもそうですね。僕食べます。これ好きですよ。これ私も好き。はい。うん、でこれいつ発売されたかっていうのはちょっと分からないんですけど、はい、おそらく私、小学校の頃からあったので、ね、はい、なるほど。30年近く経ったんですね。ルマンド。というわけで、じゃあ今日のタミチャーズは、今日のタミチャーズは、ルマンさんのルマンドということで、これ食べたことないって人はね、いや、いないんじゃないですかね、このルマンド。ねえ、そう。これ美味しいですよね。うん、そう。これやっぱりね、食べ方、ね、あれなんですけど、これ、うん、これ食べると、はい、ポロポロ。そう、ポロポロポロってね、なりますね。うん、で、このパイ生地なんて。そう、パイ生地って、パイ生地を薄く作って。そうそうそう。そうそう。これ美味しいんですよ。ね、これ美味しいんですよ。うん、はい。そうそう。で、このルマンドなんですけども、はい。じゃあ、どうやって食べても美味しい？食べ方はいつもの。僕はこれはね、なんだろう、どうだろう、普通のパクパクパクって食べてるかな。ああ。なんだろう。じゃあ、ボンノスケで言えば何でしょうか。あ、やっぱりこれはね、この、上の音のちょっと下の毛になる。うわっとしたら、うわっとこれ、いや、ちょっとわかんない。これ、うわっとこれ、これ、だから、これをこう、だから、骨折ですか？骨折です。歯ではなく、歯ではなく、あの、つらいこと、いや、まあ、うわっ、あとこの下ですね。はい。って顔、そうそうそう。これね、
他に聞こえる人の言ってはやっちゃいけないことですよ、これ。ああ、なるほどね。あのですね、あの、まあ、自宅ではいかないと。僕もお手伝いだったら、ちょっと、ね、とここで、ね、あの、この破片が、はい、あの、そうですね、詰まったって。それはちょっと、ご本人だから、そっち系ね。それはそれもしないですよ、ね。はい。まあ、これはやっぱり、あの、はい、ブラックコーヒーで。そうですね。ですから、これだけで2、3分。破片がこう、塩の中に溜まるので、それをブラックコーヒーで押しながら。この食べ方が一番うまいので。そうですね、ちょっとね。やっぱり、ね、美味しい食べ方は少し下品な方がね、そうそうそう、美味しいですよね。わ、うん、かりますよ、うん、ね。まあ他にもね、ブラック似たのお茶菓子の定番って、はい、なんだっけ、なんか知らないわかりますよ。あのバッグみたいですよ。そう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 、なんかくるくる巻いてあるやつ。そう、くるっと巻いてあるやつ。なんて言いました、忘れちゃった。あのトライアルに行けば売ってるんですか。そうそうそう、トライアルさんね。隣の、すぐ隣にあるトライアルさんね。なんだっけ、忘れちゃった。でも分かりますよ。皆さんも分かってます。白いやつね。あの、名前がちょっと。そうそうそう。そう。マスクで。そう。で、正直、ブルボーザーの昔って結構お茶菓子の定番ですよね。これ、ウマードもそうですけど、うん、そのね、そう、お菓子もそうですし。あれ、アルフォートもね。アルフォートってブルボンですか。そう、ブルボンですよ。ブルボン。アルフォート。そう、そうそうそう。船の絵が描いてるやつ。そうそうそう。なんかね。あれも好きだ。で、あれ美味しいですよ。あれは、結局、あの美味しい食べ方っていうのはですね、チョコレートのメインになってるところ、はい、ビスケットのところですね、はい、俺ここがガーッと剥がしたり、なんか口つかがくないという表情筋が鍛えられそうな食べ方で、ね、うまいことね、そう、このチョコレートの匂いが入ってるチョコレートをこう口に乗せて、はい、それまたブラックコーヒーこれ以上美味しいのでそんな食べ方ですね、ちょっと、うん、まあおしゃれではないですけど、まあいいですね、すごい食べ方ね、はい、実践するには、ブルボン、チョコピコラって何ですか、それ知らない、チョコピコラって、チョコピコラ、え、なんでしょう、ちょっと検索していいですか、コピコラ、チョコピコラ、はい、待ってください、ね、チョコピコラ、え、チョコピコラ、チョコピコラ、え、チョコピコ、あ、ごめんなさい、ブルボンじゃないですか、ナビスコラ、ナビスコ、そう、でも、チョコピコ、チョコピコラ、え、なんだろう、チョコピコラ、皆さん、ご存知だとしたら検索してみました、あ、これかな、これピコラって言うんだ、あー分かった、言われれば、これちょっと似てますね、これなんかそう似てる、あ、これね、これでも見ればね、分かるんですよ、ナビスコさんね、チョコピコラ、そうそうそう、うん、これで、これはですね、まあ、あの奥がね、はい、あのリストなのに、はい、戻っつまらないでください、そうなのかなーって、大きい、大きい、大きいのね、大きいのね、大きいのね、はい、あのチョコレートの部分はもう前から使ってるんですよね。あの、まあ、ちっちゃい頃よくやりましたけど。あ、ちっちゃい頃やりました。僕はですね、ポッキーは、もう袋をザッて全部出して、一気に食べるのが好きです。ああ、なるほど。なんなんなんっていう贅沢な食べ方。ああ、もう贅沢ですよ。そう、贅沢。一本一本なんかやんない。大人向いてやつ。大人向いてやつですね。もう、ザッ、ザッ、ガッ、ガブみたいな。ああ、そうです。そんな部分もさ、あれだんだん。ピコラもそれで食べる。ピコラもそうでいきます。だからですね、もうピコラは、すごいこぼれてます。パラ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 食べていただきたい、うん、はい、よかったぜひ、食べてみてください、食べてみてください、食べたことありがって方が多いかもしれないですけど、まあ、これをきっかけにね、あのブルボンさんのね、ルマンドの売り上げがちょっと回れば、ね、幸いでございます、はい、というわけでね、ゴンボスクさんの大丈夫、今回はブルボンさんのルマンドでした、はい、ありがとうございます、ここでラフさんの生歌取りしたいところなんですが、ちょっと今日からね、あの時代の調子がよろしくないので、歌いで歌いますか、私歌がないじゃあ、あのもう一本ってやつやりますか、じゃあ僕ね、ちょっとね、あの先月、あの何の日や、何か2月16日といえばバレンタインデーということでですね、ボンノスケさんは今年はチョコいただきましたか、いただきましたよ、いいですね、何個いただきました、
2つ目です。本命チョコ、はい、ですか。じゃあ本命はね、あのまだまだちょっと楽しみが作った方がいいのか。はい、本命チョコね、あの、まあ、僕もね、あのちょっといただいたりしたんですけども、実は今回ですね、あの職場でですね、ジャンケンをして、負けた人がバレンタインなんか作ってくるっていうね。おお、まあ、女子は、そう、女子は、ね、男子も含め、だから5人でジャンケンをしたんですよ。僕ね、負けてしまったんですよ。で、あの、人生で初めてではないですけど、まあ、バレンタインで、ね、お菓子を作ることなんて作ったんですよ、うん、チーズケーキ。おお、じゃあ、アクション、それを。そうなんですよ。ね、で、またプロジェクト増えましたね。増えましたね。僕のチーズケーキ。ラブサードチーズケーキ。いや、一応写真ですよ、こんな感じなんですけど。ああ、なるほど。ね、あ、おいしそうじゃん。本当ですか？ちょっと待ってください。あの、皆さん。これ切ったかどうかあるんですかね。ね、あ、なんですか、これ。切ったかどうか、実はね、切ったかどうか取んなかったんですよ。もうね、これ深夜まで、深夜っていうか夜までかかってね、作ったんですよ。この辺で、これですね、僕のチーズケーキ見えるかな？ピンクとか、これですね、そう。はいはい、そう、でもね、味は、あの、我々は、あの、上手に出ましたよ。美味しかった。おそう。でも、お菓子作りね、普段やらないんですけど、なんかたまに作るといいかも、ちょっと、思っちゃいましたね。うん、そう。まあ、皆さんにも食べてもらって、あの、大好評だったんですけど、ね、そうそうそう。これもすぐ実現しましたね。ラオスさんのね、チーズケーキを食べよう。じゃあ、実験、次回しますか。あ、次回じゃあ、次回作ってから。次回はね、じゃあ、ぜひね、じゃあ、はい、ラオスさんの。じゃあ、チーズケーキ。失敗しないでしょ。じゃあ、あの、次回。美味しい、ね。はい、チーズケーキ。はい、じゃあみんなちょっとね、作ってくるんで、ぜひ食べていただければと思いますので、よろしくお願いします。楽しいことばかりを。はい、あ、でもぜひ来月あたりじゃね、これ、はい、あのお雑煮と、はい、お雑煮とチーズケーキってなんかちょっと気持ち悪いですけど、まあまあまあ。でも結構どこでも味噌チーズケーキ。そうか、逆にいいか。まあね。あれはお出ししましょう、そしたら。ね、じゃあ僕チーズケーキ作ってくるんで、そうそう。で、あれはお雑煮に。私食べて。食べなきゃ。じゃあ、桃介さんのためにあの作ってまいりますので、ぜひよろしくお願いします。食べてください。ね。美味しそうですよ。そうですね。ね、じゃあ、この写真で美味しそうと思っていただけるのよかった。実際美味しいでしょ？一応、あ、そう、切った画像ないんですけど、取り出した画像がありました。うん、取り出した画像。ちょっと取り出してみてください。これ、取り出して。なるほど、なかなかピントが合わないかな。合ってますね、これ。ね、ちょっとね、ぜひ作ってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。で、ね、なかなかあれですね、曲がないと。なんかね、とか寂しいですよね。そうですね。ちょっと分かんないから、ちょっと待って。もう一回ちょっと試してみますか。はい。さあ、なれるでしょうか。ちょっと僕は確認したいと思います。皆さん、お待ちください。さあ、さあ、はもうちょっとかかるんですよ。さあ、どうだ？流れてるか？どうだ？ダメだ！ダメかな？ダメだ！流れていない！次回、じゃあ、ちょっと次回までには治ってることをね、期待して、ね。業務連絡でーす。はい、まあ、DJ トムさん、はい、ジャックが壊れたな。壊れたな。調子悪くないです。調子悪くない、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっと寂しいけど、はい、またね、来月。また来月。はい、あっという間に。お楽しみになってるな。そうですね。じゃあ次回はチーズケーキということで、ぜひね、あとは僕も作っていきたいと思いますので。そうそう、ね。はい。ちょっとね、動画を用意できたら動画を用意したいなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。業務連絡。はい、業務連絡です。動画の作り方を教えてください。はい、一応ね、僕勉強してるんですけども。まあね、DJ トムさん。DJ トムさん。よろしくお願いします。カメラ持ってきた。じゃあ、そんな感じでですね、はい、また来月ということですね、はいはい。皆さんまた来月お会いしましょう。はい、ごめんなさい。はい、バイバーイ。はい、レイリオ、アクアス。